フランシスコ・アルトゥーロ・ミチェレーナ・カスティージョとは、ベネズエラ人の画家であり、クリストバル・ロハスとマーティン・トバール・イトバールと共に、海外で成功した初めてのベネズエラ人の一人と、みなされている。ミチェレーナは1863年6月16日、ベネズエラ共和国から、ボボ州バレンシアに生まれ、父の貢献により、若い頃から絵画を学んでおり、パリのアカデミー・ジュリアンでも、 絵画を学んだ。そして、1887年、当時の彼の教師である、ジャンポール・ローランスの勧めにより、パリでの芸術展覧会に、l アンファン・マラドの絵画を出展し、第二級金賞を受賞するという快挙を成し遂げた。というのも、この展覧会で、外国人がこの賞を取ることは難しかったのである。直後、この絵画は、傑作とみなされるようになり、 19世紀中にこの絵は、買われ、ニューヨークのアスター家の所有物となった。その後もフロリダ州へと運ばれ、リングリング・ブラザーズバーナムベイリーサーカスの提携先である、オーエンズ・バーンズの所有物となった。バーンズの死後は、リングリング美術館へと運ばれて、非公開のまま60年ほどが経過したが、2004年にサザビーズにより、 ラテンアメリカの美術作品の競売にこの絵もかけられ、135万ベイドルで落札された。ありがとうございます。